ジョー・マウアー、ジョゼフ・パトリック・マウアー、ジョゼフ・パトリック・マウアー、1983年4月19日体は、アメリカ合衆国メネソタ州セントポール出身の、元プロ野球選手、保守、または一塁種、右投げ左だ。マウアーは、メトロドームから車で、約15分のセントポールで生まれ育った。元マイナーリーガーの祖父に左打ちを教わり、 兄二人と共に幼少期から野球を始める。祖父と父親が作った特製の打撃練習器具で卓越したバットコントロールを築き上げた。電動入りの代打者、ポールモリターを排出した地元のクレティン、ダーラム高校に進学。高校時代はアメリカンフットボールのクォーターバック、QB としても活躍し、チャンピオンシップには二度出場、うちに専連には、 優勝を遂げている。2000年には、USA トゥデイ氏が選ぶ、年間最優秀オフェンス選手に選出されたほか、ESPN のオールアメリカンにも選出されている。バスケットボールでは、ミネソタ州選抜に2年連続で選ばれ、野球では2、AA 世界野球選手権大会に出場し、アメリカの優勝に貢献し、2はアメフトに続いて、野球でも、USA トゥデイ氏が選ぶ。 年間最優秀種に選出されるなど、卓越した運動神経を持つ。高校時代に喫した三振は一つのみであり、このことは新聞にも掲載された。この三振は、ミネソタ州高校野球トーナメントのタイエルク、リバー高校戦で、1から1の同点で迎えた6回、満塁で、ポール・ファイナー投手のカーブを空振りしたものである。マウアーはファウルだと思っていたが、 主審のコールは空振りだったという。この話を聞いたマリナーズの一郎、高校3年時の三振数が3は嘘でしょう。試合数が少ないからじゃないと教団の声を上げた。高校時代の通算打率は 605? また、マウアーは打者として7試合連続本塁打のアメリカ高校大記録を持ち、投手として90メートル PH 前半。 約時速 145km 時速 150km の速球を投げ24イニングで38奪三振の成績を残した。2月にアメリカンフットボールの小学生としてフロリダ州立大学に進学することが決まった。しかし MLB ドラフトで全体1位指名権を持っていたミネソタツインズは当初指名予定だったマーク・プライアーが契約金を含め総額1。 レーレ,レレレレレドルを超える高額な契約を要求したこともあって、指名の予定を変更し、全体1位でマウアーを指名。515万ドルの契約金を受けたマウアーは、フロリダ州立大への進学を断り、ツインズへの入団を決意した。マイナーリーグでの成長が著しく、ベースボールアメリカの有望株ランキングではから3年連続で、 ツインズ参加最高と評価され、ファンの有望株ランキングでは、メジャー全39弾最高の評価を受けた。2は、ベースボールアメリカマイナーリーグ年間最優秀、選手賞に選出されるなどすでに、メジャークラスでも遜色ないレベルに達していたため、ツインズのフロントは、当時正捕手を務めていた、A.J. ピアジンスキーを、サンフランシスコジャイアンツの3選手、ジョーネイさん、 フランシスコリ,リアーノ、ブーフ・ボンサーとト,トレードし、聖保守のポストを開けた。開幕戦の4月5日にメジャーデビューしに安打に、打点だったが、2日後の4月7日に左膝を故障。6月2日の復帰後も7月15日に、再び離脱し、ニューヨーク・ヤンキースとのディビジョンシリーズも場せず、打率。308、35試合の出場。 正保守となり百三十一試合に出場百四十四安打打率二百九十四は六月六日から六月十日にかけてのマイク・ピアッツァ以来となる五試合連続四出塁以上を達成六月の月間打率四百五十八を記録し初の月間 MVP を受賞したシーズン終盤はデレク・ジーターロビンソン・カノとの三つどもえの首位打者争いを制し 打率347でアメリカンリーグの保守としては史上初の首位打者を獲得しチームの地区優勝に貢献した。しかしオールスターの投票では当初あまりに無名なため票が入らず球団はマウアーを売り出すため自分のもみ上げを剥がし子供にプレゼントするという球団 CM 作成。最終的に2位に入り監督推薦で出場した。8月7日には スポーツイラストレーテッド氏の表紙に初登場した。年俸調停権を得たマウアーに対し、球団は2月11日、4年総額3、300万ドルで契約延長。2010年の新球場の完成まで在籍することとなった。2007年も4月下旬には、打率4割を超えていたが、ももを痛めて5月5日から故障者リスト入り、1ヶ月後に復帰したが周囲からは、 故障に弱い、フルシーズンを戦う力がないと批判された。守備では投類阻止率が、四百七十五、リーグ一位。は、シーズン終盤まで、ボストンレッドソックスのダスティン・ペドロイアと、首位打者を争い、シーズン最終戦終了時点で、ア・リーグ唯一の打率。三百三十代、シカゴ・ホワイトソックスとのワンゲームプレイオフで3打数、ノーヒットとなり、最終的に、 328で自身2度目の首位打者のタイトルを獲得した。MVP 投票では4位に入った。また自身初のゴールドグラブ賞を受賞した。オフにはベッドから起き上がれないほど痛かったこともあったという腎臓を手術。それに加えてスプリングトレーニング中に生じた背中の痛みの影響で開幕に間に合わず、戦列に加わったのは5月1日になってからであった。 しかし、シーズン初打席で本塁打を打ち、月間打率、414、11本塁打、32打点で、アリーグ月間 MVP を受賞した。7月9日に規定打席に到達、それまで打率1位だった一郎を抜いて、首位打者となる。前半戦を、リーグトップの打率37、373で折り返し、全国紙 USA Today は、 マウアーとイチローのハイレベルな首出し争いを特集記事で伝えた。オールスターにもファン投票で選出され、アリーグの3番保守で先発出場を果たす。また、救援前日に行われる恒例のホームランダービーにも初出場した。高校時代のコーチを打撃投手に迎え、1次ラウンドでアルバート・プホルスラと並ぶ5本の本塁打を放ったが、 タイブレイクの結果2次ラウンドには進めなかった。マウアーと同じくホームランダービーへの出場要請を受けながらも辞退した一郎はマウアーをあんまり出たくないと思うんだよね。正直な話。やっぱり相当人間ができていると称賛した。7月19日には6打数無安打で打率を大きく下げ、一郎に首位打者の座を明け渡したが2日後には最逆転。その後は 打撃不振に陥ることもなく、首位打者の座を維持し続けて、最終的に打率。365で2年連続3度目の首位打者のタイトルを獲得。2年連続での首位打者は、1999年、2000年のノマーガルシア・パーラ以来となった。また、投票権を持つ記者のうち共同通信の小西、慶継を除く、全記者から MVP1 位表を獲得し、 初のリーグ MVP に輝いた。限りで、ツインズとの契約が切れるため挙手が注目されていたが、3月21日に、ツインズと2018年までの8年総額1億8400万ドルで契約を延長した。総額では、アレックス・ロドリゲス、2008年の10年総額2億7500万ドル、2001年の10年総額2億5200万ドル、 デレクジーター、10年総額1億8900万ドルに次ぐ史上4位の大型契約となる。なお、ネオ平均2300万ドルは CC サワシアと並んで歴代3位体である。また、保守としてマイク・ピアッツァが1999年にメッツと結んだ7年総額9100万ドルを大きく上回る最大の契約となり、このために ギネス世界記録に認定された。リーグ3位となる打率。327、本類打九本。開幕前の2月27日に、第3回ワールドベースボールクラシック、WBC のアメリカが衆国代表に選出された。は、身体的消耗への考慮からファーストにコンバートされ120試合に出場。出場は、自己最多の158試合に出場し打率。 265、112三振、は134試合に出場し、打率。261.11本塁打、49打点、2盗塁、は141試合に出場し、打率。305、160安打、36二塁打、7本塁打、71打点。4月12日のシカゴホワイトソックス戦で、通算2000安打を達成し、 同年11月9日に現役引退を表明した。卓越したミート力と優れた選球眼を持つ。地元出身のスター選手であり、ミネソタでは絶大な人気を誇る。元チームメイトのジャスティン・モルノートのコンビは、M&M4 と呼ばれていた。バットコントロールに優れ、三振数は少ない。二千八年までは、長打力のなさを指摘されることが多かったが、二千九年は、 長打力が飛躍的に向上し、長距離砲としても活躍している。突然の本塁打増加については、マウ・アーホンミンにも理由がよくわからないというが、モルノーは、あれだけの打者なんだから、これまで二塁打だった打球がフェンスを超えるようになった、だけさか立っている。補給、送球、ブロックインサイドワークのいずれも引いてているが、背の高さが、あだとなって、ワンバウンドの補給は、さほどうまくない。 投類阻止に関しては数こそ少ないものの成功率は高い。マウアーは保守を野球でのクォーターバックのようなものだと考えており保守のポジションに強い関わりを持っている。一方で毎年故障がちで欠場が多く休養のために DH で出場することも多い。2011年からは一類一種としても起用されている。また8月19日のヤンキース戦では 右翼手としてスタメン出場した。2014年には正式に守から一塁手にコンバートされた。これは2013年に受けたファウルチップで発症した脳震盪の再発を防ぎ高い打撃力を発揮するためである。レギュラーに定着して6年間で3度首位打者を獲得していることや守備力もあることから史上最高の守との呼び声が高い。 ツインズのロンガーデンファイアー監督は、マウアーのすごいところについて、10代からスターだったのに、そういうそぶりが全くないところだと評している。さらに、地元出身で期待もプレッシャーも高いのに、最初から動じることもなく、プレーに集中している。試合に臨む、姿勢、練習態度、研究熱心さ、どれをとっても素晴らしい。どこまで進化していくのか。 本当に楽しみな選手だと語っている。野球よりもアメリカンフットボールの人気が高いアメリカで育ったため少年時代はツインズよりも NFL のミネソタバイキングスの方が好きだったという。マウアーは今でもそうだよ、カッコいと冗談交じりに語っている。高校時代には全米有数のクォーターバック、QB としても活躍。2年目のシーズンから 先発 QB の座を確保すると、2年間で5528ヤードのパスを通し、71TD を記録している。USA Today の年間最優秀オフェンス選手に、選ばれた2000年には、パスで3022ヤード獲得、41TD、3INT、パス成功率83.7%、241、24 288という素晴らしい成績を残している。 複数のスポーツで USA トゥデイ氏の年間最優秀選手に選ばれた選手はマウアーが市場であった。その後、マウアーには各大学から奨学金のオファーが殺到し、一旦はカレッジフットボールの強豪フロリダ州立大学への進学が内定していた。もし、マウアーが野球ではなくフットボールを選んでいた場合、どうなっていたかと想像を巡らせる人は多い。 フットボールを選んでいても NFL 入りしていた可能性は高いとされる。マウアー本人もフットボールの道に進み NFL 選手として活躍している自分の姿を想像することがあるという。高校時代はジョーモンタナを意識してプレーしていた。もし今フットボールをプレーするならトム・ブレーリ、ニューイングランド・ペートリオッツのような QB になりたいと語っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。